桜絶品選手権。どうもどうも、瀬戸ある人、はい、どうぞ、もちです。はい、ということでね、はい、もう春ですね。はい、無理やりすぎだろ。あの、桜がね、今咲いておりましてね。はい、ということで、まあ、食いてえなと、まあ、思ったんですね、僕は。頭おかしくなっちゃった。まあ、見るだけもいいんですけど、桜。これがね、もし美味しくいただけたら、ジャパニーズカルチャーはもっと発展するんじゃないかっていう。確かにな。ことで、だって今、見て楽しんだら口でも楽しもうと。そうそう。お花見しかないもんな。そうなんですよ。そういう文化を根付いていかせる第一歩ですか。そうです。のためにね、はい、まあ、まずは僕らが美味しく桜を調理する前例を作ろうという、はい、ことでございます。ということで、今回は桜絶品選手権です。やっていきましょう。おい、完成しました。あまあ、とりあえずじゃあこちら側からいいですか。はい、はい、ということでね、ミレニアムなんですけれども、はい、まあ、今回はね、まあ、かき揚げがなんかちょっと春らしいんじゃねえのみたいな。そうね。っていうことでね、桜のかき揚げを作ります。で、まずエントリーナンバーワン、ブロックビーンツ。適当すんね。適当すんね。にんじん、にんじん、玉ねぎん、うん、桜。適当すぎかも。っていうことでね、作っていきます。はい、どうしたどうした。当たってくれよ、目が痛えんだよ。どうする。俺らの決まりはいつもあれだろ、目分量だろ。足りねえだろ。目分量、それが俺らのモットー。まあ、こんぐらいじゃない。よし、これを水に溶かすんだ。混ぜて。え、どこのサイトにも書いてあるの。もうなくなったよ。どうする。さ、もっとさ、ドロドロしてないとさ、絶対さ、これがくっつかないじゃん。どうする。すごいね、君たちがやるターンはおばさんは心配だよ。気が気じゃないよ、ほんとに。やっぱね、レシピを見ればできるんですよ。見ないもんね、レシピいつも見ないんで。目分量で生きてるんで。だってカイトが止めに入ってる時点でおかしい。カイトは突っ込まれ体質でしょ。カイトが突っ込んでる時点でおかしい。まあ、こんな感じでね、あの、元を作って切った食材を入れました。ここに桜をぶち込むぜ。桜をぶち込むぜ。桜吹雪だ。もっといけ。桜吹雪だ。そして混ぜる。おー、でもね、いい感じじゃね。いけ、入れまーす、入れまーす、レッツゴー。かき揚げです。あー、そのあー、はいはいはい、春といえばかき揚げだなって思ったんですよ。で、まあ、桜のかき揚げがうまいんじゃねえかなと思い作りました。なるほど。こちらは何ですか。僕らはこんにちは。こんにちは、出席チームです。はい、今回僕たちが作るのは桜の素揚げを作っていきたいと思います。あのね、なんかしてもね、多分桜が生きないと思うんだよ。それはそう。桜入ってる意味あるみたいになっちゃうから、やっぱこの素材をそのままに美味しくするっていうのが僕ら親戚チームの、まあ、コンセプトと言いますか。はい、シンプルですよ。この取ってきた桜を、まあ、油引いたフライパンにぶち込みまして揚げて塩で味付けをするだけです。でもいっちゃうまい、これが。ぶっちゃけいっちゃうまいと思う、うん、というわけで一旦洗いますか。洗いましょうか。普通にね、こうで、まあ、それで普通に水をジャーって洗い流せば。水ついてたら跳ねるからね。そり絶対なかった。いや、べちゃべちゃ、最悪。終わった、終わった気がする。汚い。まあ大丈夫、熱処理すれば大丈夫。大丈夫だと思う。か、うん、1枚入れてみる。はい、いいよ、1枚入れてみる。入れます。あお、うわ、絶対やばい、これ1枚でパチパチはやばい。
なんか、うわなんかあれみたい、セミの羽みたいじゃない、きしょい。ちょっと食ってみよう、一回試しに食ってみよう。いただきます。正味1枚だと塩の味しかしなくない？いや、悪くないぞ。いや、待って、美味しい。美味しいのそんな、抑えきれなくなることある感情。なんかね、ちょっと苦味のあるポテチ。あー、ポテチなんだ、やっぱ。海苔塩。おお、じゃあいいじゃん。海苔塩の味。いいじゃん。全部行く？行こうもん。ちょっと離れて。あー、うまい。あちょっとねえ、いくよ、うん、めっちゃいいよこれ、もう多分限界、ゴー。あーあああげちゃおう。というわけで、はい、完成しました。完成です。桜の素揚げですよいやもううんちにしか見えないんです。うんちではねえだろ。うんちではない。チョコレート味のコーンフレーク。いいじゃん。食ってみますか。はい、じゃあこっちから。はい、口の長さ違いすぎない？本当だ勘弁して。いただきます。あ、見栄えはめっちゃいい。桜どこにいんの？まあ、どこでもいるか、うん、そう、中に一緒に埋もれてるよ。おお、いい音すんじゃん。ホラーポン。どうすか、桜感じる？桜感じた。桜感じないシンプルに、うん、かき揚げがまずい。マジかよ。何してんの。嘘、俺ら開けただけだよ。開けや、時間経ってっからな。冷た、何入れてんのこれ中に。何も入れてないっすよ。何も入れてないことはないだろ少なくとも美味しくはない。じゃあこっちの作ってくださいよ。怖いよ。いや俺これ怖いは美味しいと思う。それな、さすがに。それな、いただきます。何がおもろい。何がおもろいんだ。衣と塩。いや、よく味わったら海苔なんだって。あ、海苔きた。海苔くるでしょ。海苔きた。海苔くんのよ。そうなのよ。ご飯美味しくなる。海苔くん、ほら、美味しいじゃん。ご飯美味しくなっちゃってんじゃん。あー、確かに海苔くるよな。海苔、海苔、海苔。ちょっとレイ、ちょっと食べ比べてみて、どっちが絶品かどうか判断してほしい。やだー。かき揚げから。桜も一緒に食べればいいでしょ。いや、桜は食わない方がいいかもしれない。おー、じゃあかき揚げから。いや、うまいよ。うまい。うまい、出ました。きたー。舌バグってんじゃない。うまい、いただきましたよ。うまいよ。じゃあ、こっちうまかったら、こっちなんかもう今まで一番美味しい食べ物な可能性あるよ。ラーメン超える可能性ある。俺何食ってきたんだ。あー、やばい。ええ？なるほどな。なるほどな。じゃあちょっと決めますか。ジャッジメン。優勝はかき揚げ。やったー。